ユニホンテレビ。はい、鳥海山機能おもちゃ美術館の佐藤です。本日も館内で遊べるおもちゃをご紹介します。まずはじめにご紹介するおもちゃは、こちらになります。こちらはジャマイカという名前のおもちゃになります。ちょっと不思議な形をしているんですけども、なんていうかね、六角形、6つで真ん中にも1つで、サイコロが全て7つありますけども、こう手のひらで動かすとくるくる、まあ、サイコロが動きますね。でここが、真ん中が10から60まで、ここは1から6まで、で白も全部1から6までの最高の数字が入っています。でこれどうやって遊ぶかというと、例えばですけども、パッと置きます。で置いた時に、黒が2つ白が5つですけども、黒の2つの数字を足します。計算のゲームですね。で、今1と50なので合計で51で、周りの白が1、1、2、6、2でここですね。で、この5個の白の数字を、足し算、掛け算、引き算、割り算すべて使ってもいいので、5個の数字をすべて使ってこの51っていう数字を導き出すという計算の、おもちゃになります。例えば今でいくと、ギブアップです。ちょっとできないですけども、まあ、今の通りに、例えば、例えばですけども、まあ、こんな感じで、例えば今合計が61で、周りが1と1と1と3と1なので、どう頑張って、例えば全部掛け算にしても 1×3 は3で、ずっとかけても3なのでここまで追いつかないというのに成り立たない場合もあるんですけども、その場合はまたこうくるくる回してパッと置いて、でまた出た数字で計算します。でこれは1人でもできるんですけども、何人かでやって、その計算式思いついた人が、このおもちゃの名前がジャマイカって言いますので、ジャマイカと宣言します。でその計算式を発表します。でそのこの合計、今でいうと、42ですねになるように計算式をできた人が、勝ちという名前の、そういう遊びのおもちゃになります。割り算まで、習っていれば小学生でもできる、おもちゃになりますので、ぜひチャレンジしてみていただきたいと思います。例えば今ちょっと私もチャレンジしてみますね。皆さん頭を使って館内で遊んでみてください。はい、ジャマイカという名前のおもちゃです。はい、皆さんぜひ考えてみてやってみてください。はい、続けてご紹介するおもちゃは、こちらになります。こちらはコリドールキッズという名前のおもちゃになります。おもちゃの、簡単説明しますと、ネズミが、自分の色と同じチーズですね、チーズなんですけどブルーチーズですかね、見立てて、チーズのあるエリアまで、エリアですね、ごめんなさい、一番ここまで進んだ人が勝ち、まあ、黄色であれば黄色ですね。これ4人までできますので、まあ、今2人分しか並べてないですけども、で、ゲームの進め方としては、ネズミを1マス動かす、もしくは相手が先に進むのを邪魔する、これフェンスなんですけども、例えばこういうふうに置いてフェンスがあったらこう進めません。なのでこの場合は横にしか動けませんので、こういうふうに進むかフェンスを置いて邪魔をする、でどっちにしても先にゴールした人が勝ちというおもちゃ、遊び方になります。で、フェンスを置く時もこうやってこう塞いじゃうともう完全に動けなくなるので、必ずどこか一箇所は動けるように開けてあげるっていうのがルールです。あとは、こうやって向かい合った時ですね、これはもうぶつかっちゃうので、向かい合った時は例えば青の番の時はこの時だけネズミを越して進むことができます。
でもう一つ、例えば後ろにフェンスがあった時、この時は越えれないのでフェンスがあるので、この時だけ、斜めにも動けます。いつもは、前後ろ縦横と縦動けるんですけども、フェンスがあってネズミがいる時だけ斜めにも動けます。でいずれにしても早く一番最後のラインまで到着した人が勝ちという遊びになりますので、実際やってみた方が早いかなと思いますので、ぜひ皆さんで遊んでみてください。はい、他にも、館内にはたくさんおもちゃがございますので、ぜひ皆さん遊びにお越しください。お待ちしております。